東小千谷小学校の子どもたちから拍手で迎えられたのは、ウクライナから来日し小千谷市で避難生活を送るムタルさんとイリナさんの夫婦です。今日初めて子どもたちが学ぶ教室を訪れ、4年生から6年生の児童たちにウクライナの文化などを紹介しました。戦争が始まる前のウクライナは華やかな建造物が並ぶ美しい街並みでした。しかし、The Russians attacked this particular building and then many people died. And this is an example of a woman who was affected by the missiles and then she was evacuated from the building. 二人が伝えたのは一変した街の様子です。ロシア軍から侵攻を受け避難を余儀なくされた人たち。爆撃によって住まいが壊され、呆然と立ち尽くす子どもの写真もありました。You should appreciate what you have today. Your safe homes, your peace, your family. Say them the often as possible that you love them. And then you appreciate them. 二人が未来を担っていくあなたたちに失われた命は戻らないことを知ってほしいと語りかけると、子どもたちは真剣な表情で耳を傾けていました。ニュースでは知れない体験談を聞けてよかったです。どれだけ辛い思いをしたか写真などを見て分かりました。日常生活でも、もうあれ、しっかりと家族大切にして生活していったらいいと思います。講演の最後には、子どもたちから幸運を祈る四つ葉のクローバーが贈られ、夫婦の顔には笑顔があふれていました。